こんにちは、プロゴルファーの馬場ゆかりです。今回は、私のおすすめの練習方法について、お伝えしたいと思います。まず一つ、ドライバーを、肩を水平に回すイメージで、練習するんですが、膝をつきます。膝をついて、この状態でドライバーショットを打つ。そうすると肩がどうしても下がっちゃう人、下から来る人はまず地面に当たります。なのでそれを直す方法として、肩を水平に回して手を畳んでいく、この練習法ですね。だから右手に力が入ったり、下から煽ってくる人はこの練習方法を本当におすすめだと思います。じゃあまず打ってみますね。はい、こんな感じで意外とちゃんと飛びます。はい、はい、もしこれが、下から煽ったらどうなるか、こうなります。こうなります。はい、なので、きちんと肩を、レベルに、で手をしっかり回転で畳んでいく、そのイメージですね。はい、はい、よいしょはい、これが、まず、水平に回すいい体幹を使った、いい練習方法の一つですね。次に、もう一つ、椅子に座ってドライバーショットする。そうすると、軸を、体の軸を保ちながら振っていく。はい、じゃあ打ってみましょう。ですね、ね、はい、はい、結構難しいです。はい、こういった練習方法は、自分の体よりシンプルに使っていかないとなかなかできません。なので、もしスイングプレーンが暴れたり体が動きすぎたりする人は、この練習方法を使ってみると、よりいいんじゃないかなと思います。